西日本や東日本ですけれども、今日は広い範囲で雨が降りそうです。まず現在の状況をご覧いただきますと、西日本東日本エリア広い範囲に今雨雲がかかっております。ここにあります活発な雲、これはだんだんと東の方に離れていくんですけども、この辺りにありますまとまった雲、これがまた流れ込むといった状況でして、一旦止んでも降り出す、そういったことを繰り返す見込みです。その原因を天気図でご覧いただきましょう。こちらが午前3時の実況天気図です。現在九州付近に低気圧があります。これが夜にかけて東の方に動いていく見込みでして、西日本東日本エリア、この低気圧による雨ということに広くなりそうです。でこの後の雨雲の動きご覧いただきましょう。ご覧の通りですね、日中帯広い範囲に雨雲がかかります。今日の場合は寒気がそれほど強くはありません。中部地方の山沿いで雪の可能性はあるものの、それ以外のところ平地は広く雨ということになります。ところどころザーザーザーと強く降りそうですし、傘必須の一日ですね。一方東海から西のエリアについては、午後になりますと雨の方は範囲がだんだんと狭くなっていきます。夕方以降、日本海側はまだまだ天気ぐずつくんですけども、太平洋側止むところについては、今度は傘の置き忘れにも十分お気をつけください。最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。